今度はセーブ60専用の上高地にサイドステップ外側の塗装部分を保護するパーツを紹介していきます。どうもサムライフォーデュースのジンです。今回はCX60 専用保護パーツを紹介していきます。まず装着する箇所を見ていきましょう。レッツゴー。はい、今回装着する箇所はこちらです。見てください。こちらのサイドステープ外側部分ですね。パーツを装着する前に装着箇所を見ていきますね。前回紹介した内側スカーフェードはこちらの樹脂部分だったんですが、今回はこちらの塗装部分ですね。ここも上合時にかなり傷がついてしまうんですよね。しかも塗装なので塗装が剥がれたり欠けてしまって、そこから錆びたりなどかなりデリケートな部分ですよね。後部座席や助手席側も内側の樹脂部分と同様に皆さんあまり気にされないので絶対に傷がついてしまう箇所ですよね。そんな嫌な傷から大事な愛車を守ってくれるのか。はい、こちらの外側スカーフホイールです。それでは早速装着していきますね。はい、パーツを装着してきました。見てください、こちらですね。こちらも運転席側、助手席側ともにフロントリアの合計4ピースセットになっていますので、運転席側はフロントピースから見ていきましょう。デザインはこんな感じになっていますね。外側スカーフプレートは鉄板表面に3本のラインを入れたデザインになっています。今回は鉄板のみでワイルドなCX60のイメージに合わせて設計しています。外側内側ともに装着していただきたいのですが、外側スカーフプレートだけを装着しても違和感がないように内側のラインデザインと合わせてデザインしていますね。内にコーンも装着しており、コームのブラックとパーツのカラーがいい具合にマッチしていますね。そして今回の一番のポイントはこちらの外側スカーフプレートは一番傷のつきやすい内を覆うようなデザインに仕上げています。なのでしっかりと傷を防止できますよ。このデザインすることで一番心配なのはドア開閉時に干渉しないかですよね。もちろん厚みもしっかり計算して設計してるので、ドア開閉は取り付け前と変わらず干渉することなくスムーズに行えますね。カラーは傷の目立ちにくいヘアライン加工を施したシルバーとブラックの2色とカーボン状1色の合計3色をご用意しております。お客様の好みに合ったカラーをご選択ください。シルバーはアクセントになり、車内のイメージを明るくするような効果があります。ブラックは落ち着いたカラーで分かる人には分かる上品な高級感を演出できるパーツになっています。カーボン上はブラックをベースにした落ち着いたカラーに仕上げており、スポーティーな見た目にドレスアップすることができます。素材は高品質ステンレスサッサモリを使用しており、耐久性耐食性に優れているので末永くご使用いただけます。こちらのパーツは取り付け位置を間違いやすくなっております。注意するポイントとしては、上下の位置はもちろんなんですが、折り返しが角の部分としっかり合うようにするところを気をつけてお取り付けください。ここが合っていないと浮きや剥がれの原因となってしまいますので、必ず仮当てを行ってから装着してくださいね。ちなみにこちらのラインとこちらのラインを合わせるようにしてくださいね。一直線の感じですね。はい、いかがだったでしょうか。ドレスアップパーツも大事ですが、こういった機能性のあるカスタムパーツは大事な愛車をきれいに乗っていく上でとても重要なパーツだと思います。ぜひ傷がつく前にご装着を検討くださいね。傷がついてしまっている方は傷隠しにもおすすめですよ。今回紹介した CX60 専用外側スカーフプレートはサムライフォーデュース各店舗で販売しているので、気になった方はぜひ概要欄にあるリンクからチェックしてみてください。こちらの車種に限らずいろいろ車種のカスタムパーツも販売しているので、そちらもぜひチェックしてみてください。チャンネル登録していただければ、あなた愛車に似合うカスタムパーツやメンテナンス商品が見つかるかもしれません。通知ボタンも忘れずに、高評価もよろしくお願いいたします。最後までご視聴いただき誠にありがとうございます。それでは次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。